チャフィン農園の戦いは南北戦争終盤のピーターズバーグ包囲戦の一部として1864年9月29日から9月30日にバージニア周辺ラ古軍で行われた戦いである。この戦争の性格は南北戦争最後の10ヶ月間に劇的に展開していった。この方面作戦前の大規模で束縛のない動きに変わって 残酷戦に入っての性的な戦いが支配していた。これは1864年6月のコールドハーバーの戦いに始まり、ピーターズバーグの周りでの一連の戦いでは、南の方に徐々に回っていく戦術が取られた。この事情で時として大規模な海戦が行われた。チャフィンノーエンの戦いは特に戦争終盤の戦いの特徴的な例となっている。 戦争の開始当初から、南軍の工兵は、熱心に、リッチモンドの周りに、高級的な防御設備を構築していた。1864年までに、首都の南ジェームズ川の地元住民の名前を取った、大きくて広々とした崖、チャフィン農園で橋を発するシステムを作り上げた。この外角線は直接、及び内側のもっと首都に近い防御設備のシステムで、 支えられていた。この防御線の強度は1864年9月まで試されることはなかったが、この時北軍のユリシーズ・グラント将軍が、ジェームズ川の南北から同時に攻撃することで、リッチモンドあるいはピーターズバーグを奪おうと試みた。川の北からの攻撃は9月29日に起こった。ベンジャミン・フランクリン・バトラー指揮する北軍ジェームズ軍が2面から、 攻撃を仕掛けた。北軍第10軍団はディープボトムの北にあるニューマーケット高地に進み、第18軍団はハリソントリデを攻撃した。デイビッド・ビーバーニー少将は第10軍団をディープボトムの共闘から南軍ジョン・グレッグ巡位が守るニューマーケット高地頂上にある南軍工作物に向けて移動させた。アメリカ有色人部隊の一個旅団が高地を 攻撃したが撃退された。黒人兵クリスチャン・フリート・ウッドは、この攻撃での行動で後に名誉勲章を得ることになった。バーニーは攻撃隊を増強し、再度高チを襲った。アルフレッド・エイチ・テリーの手段がうまく南軍の左側面に回り込み戦闘の流れが変わった。この時ハリソントリデに対する北軍の攻撃が成功したという知らせが、 グレッグの元に入り、南軍は、グレッグ、ジルマー及び、ジョンソンの各砦まで部隊を退かせることになった。バーニー軍団は一旦、ニューマーケット高地を奪うと、ニューマーケット道路に沿って北西に転じ、ハリソン砦の北で、リッチモンドを守る、第二の工作物船に対して動いた。デイビッド・バーニーの兄であるウィリアム・バーニー順将が、ジルマートリデの南にある、 グレッグトリデに対してアメリカ有色人部隊の一個旅団を率いた。この攻撃は有色人部隊の英雄的行動で特徴付けられるが最終的には撃退された。バーニーの最初の攻撃が動き始めたのとほぼ同じ時に北軍エドワード・オード少将の第18軍団がニューマーケットコーチの西にあるハリソントリデを襲った。オードの襲撃は ゲティスバーグの戦いにも参戦した、古参士官、ジョージ・スタナード准将に引きられた。スタナードの部隊は明けた野原を横切り、砦出の直前にある、わずかな凹みを遮兵に使って、短時間休息した後、砦出を奪取した。南軍の守備隊は、敗れて後方に下がり、第二防御戦に逃げ場を求めた。北軍ハイラム・バーナム准将が、この攻撃で戦死した。 北軍は、その名誉を称えて奪取した砦の名前がバーナム、砦と変えられた。北軍の攻撃隊は、砦の内側に入ると秩序が乱れた。スタナードは負傷しており、その旅団指揮官3人とも負傷するか戦死していた。チャールズ・ヘックマン准将の支援隊が遥か北に進んで、撃退された。オードは自ら部隊を再招集して、それまでの成功につけ込もうとしたが、 オードも重傷を負って倒れた。指揮官を失ったことやジェームズ側には総交官がいたので、ジェームズ側沿いチャフィンがけでの第18軍団の行動が止まった。ロバート・イーリーはハリソン取りで喪失の重大さを認識し、自らピーターズバーグからチャールズ・フィールド巡将の指揮で1万名の援軍をもたらした。9月30日、負傷したオードに代わって、 ゴッドフリー・ワイツェル少将が指揮するハリソントリデに対してリーは反撃とダッシュを命じた。南軍の攻撃は強調が取れておらず容易に撃退された。グラントが予測していたようにチャフィン農園周りの戦闘でリーはその部隊を移動させることになりピーターズバーグの南であったピーブル農園の戦いで北軍が勝利することに役立った。11月以降両軍は 残豪戦に入ることになりそれが戦争の終わり近くまで続いた。チャフィン農園の戦いでは両軍合わせて5000名近い損失が出た。ありがとうございます。